私ども日本一の地方創生路線とするべく、皆さんと共に活用促進に共に取り組んでいただきたいと思います。昨日、県や沿線の自治体の関係者が集まり、外国語のガイドブックの制作など、JR 只見線の利用者を増やす取り組みを決定しました。一方で、すでに準備が進んでいる取り組みもあります。只見町は、秋の全線の運転再開に向けて、駅周辺の整備を着々と進めています。只見駅から会津若松方面が不通になっている只見町。駅の駐車場を改めて整備し、飲食店や町の特産品を販売する店を新たに建設します。只見町も今までになくこれは注目される場面だと思いますので、しっかりこうおもてなしをできる、体制を作って開通を待ちたいなというふうに思っています。また、駅に降り立った人が利用できる交通手段も用意します。緩やかな坂道では、少しペダルを漕ぐだけでぐんぐん進んでいきます。とても楽です。電動アシスト機能付きの自転車で、車よりゆっくりと町内を巡ることができます。豊かな自然を求めて、県の内外から観光客が訪れる只見町。全線での運転再開で訪れる人が増えることを期待しています。1万人がこう1回来るような場所じゃなくて、100人が100回来るようなそういった地域を目指して地域づくりをしていきたいなというふうに思ってます。自転車は今月31日から町内に10台設置され、駅前の飲食店などは10月までにオープンする予定です。